ローマ神話の神、プリアーポスを描いた、ポンペイの壁画サンフランシスコのゲイプライドパレードに、参加した陰茎のコスチュームファルスとは、勃起した陰茎あるいは陰茎のような形をしたオブジェを指す言葉。ただし、オブジェとして抗議に捉える場合、ファルス的シンボルとも呼称される。古代ギリシャ語のファイアルファーラムダラムダが、ラテン語を経由したもの。さらに遡れば、 インドヨーロッパ祖語のココンベル。比較として、コノルド語のボリー、コエー語のブルク、ギリシャ語のファイアルファーラムダラムダ。発生学では、ファルスという言葉は、陰形並びに、陰角の線具体を指す。さらにある特定の鳥の、解剖学的に真の陰形とは異なる、男性性器も指す。ローマ時代があるローマ文化の、お守り、ファスキヌム、一番上のものは、 フィグサインを仕立てと一緒になったもの世界中の多くの場所、特に古代ギリシア、古代ローマの多くの古代文明では、ファルス的彫刻は健康の象徴家である。その中でも、2005年にホーレ・フェルス洞窟から発見され、組み立てられた2万8000年前のデーガンのファルス像、ホーレ・ファルスが最古の彫像として知られている。ファルス的デザインの現代の例では、 モースト・ファリック・ビルディング・コンテストを参照。タントラ教のシャイビズムでは、ヒンドゥーの神芝崇拝に象徴的目印、リンガが使われた。関連する美術の中で、リンガは芝を描写するものだった。例えば、ムカリンガである。ムカリンガは、ヒンドゥー寺院の崇拝の中心地にあり、男性と女性の創造的エネルギーの均衡を示す、意味で、しばしば女性器を模したようにの中に据えられていた。 それらは、法上さに限らず、より普遍的な創造の抽象原理を言及しているのかもしれない。タントラ教は、ヒンドゥーの崇拝の形式に一般化されなければならない、わけではない。ハンティントンアーカイブのムカリンガは、デロス島の博物館の擬人化された、ファロスのテラコッタとよく比べられる。ジーンマーカイドが、リーグリカンの中で述べている。エジプトの神民古代エジプト人は、 ファルス崇拝をオシリスと関連づけた。オシリスの体が十三の部分に切断された時、セトはそれをエジプト中にばらまき、オシリスの妻イシスはそれを回収したが、唯一陰形だけが魚に飲まれて回収できなかったと言われる。ファルスは法上者のシンボルで、神ミンはイソファリックとして描かれることが多かった。伝統的なギリシア神話において、教会と交易の神ヘルメースは、 しかし、このことについては研究者の間で合意を得られておらず、ヘルメイスを法上の神とみなすのは推測の息を出ない。そのヘルメイスの息子とも言われるパーンは、勃起した陰形を誇張して描かれることがしばしばある。プリアーポスは、ギリシアの法上の神で、そのシンボルは誇張されたファルスである。母親はアプロディーテイ、父親は、オリジナルの神話の異なる形によって、ディオニューソスか、 アドーニスとされる。プリアーポスは、カチ類、果樹男性性器の保護者だった。持続勃起症は、プリアーポスから派生した言葉である。北欧神話の神フレイは、男性の生殖力と愛を表現するファルス的神で、ある。サットル、ベル氏の話は保管した馬の陰形を崇拝する、ノルウェー人一家を描いている。日本では、現代でも、祭神とされる古代ローマの人々は、 邪志に対するお守りとしてファルス的な宝石をつけていた。さきコロンブス期のアメリカの精霊ココペリの像はファルス的内容を含むことが多い。縄文時代中期以降、東日本を中心に石棒が作成され、採取に使用された。その後、全国的に広がり、金精神として現代でも祀られる。超高層ビル等煙突は一般的なファルス的シンボルである。 ファルス的シンボルは男性の生殖力を表すことを意味している。ジークムント・フロイトの精神分析学理論によると男性は一つのペニスを所有する一方、誰も象徴的ファルスを所有することはできないとされる。ジャック・ラカンはエクリのファルスの意味作用の中でファルスであることと持つことの相違を述べている。男性はファルスを持つと見られる限りにおいて男性と定められる。 ファルスを持たない女性はファルスであると見られる。象徴的ファルスは本源的な男であること並びに神の恵みを持つことと同等の持つことの概念である。ジュディス・バトラーはその著書ジェンダートラブルの中でファルスとペニスとの関連を指摘することによってフロイド・トラカンの象徴的ファルス論を論じた。この法はそれ自身の自然の概念への服従を命じる。それは 体の二元的、非対称的自然化を通して、その正当性を得る。その中で、ファルスは自然化された、道具、記号として、ペニスを効果的に使う。さらにバトラーは、ボディーズ・ザット・マターの、レズビアン・ファルスの中で、もしフロイトが、ペニス以外からのファルスの転移可能性を、終知的に、正しいと主張するルイスよおよび痴漢を列挙するなら、 その他の多くのものもファルスの代役を務めるに違いない、と述べた。ファルス的な象徴性は、幅広いフィクション、その他ポピュラーカルチャー作品の中に見つけることができる。ありがとうございます。